Tiene la boquilla. Vamos. いよいよ1ラウンドのゴングが鳴りました。このスーパーフェザー級の世界最短 KO 記録は1ラウンド49秒、昨年5月にその記録が作られていますが、果たしてこの1ラウンド KO パンチャー、エドウィン・バレロがその記録を破るかどうか、ここも注目の一戦。この団体戦は日本とアメリカの団体戦となっております。ボクシンググランプリ2007、その副賞戦、この試合から勝ちますと2ポイントが与えられることになりまして、まだメキシコも十分逆転の可能性はありますが、しかし世界チャンピオンのバレロじりじりと差を詰めていきまして、まず最初のパンチを見舞いましたのがバレロです。川島博さん、はい、ここはしかしこのバレロついにその全貌を明らかにしますね。そうですね、まあ、1ラウンドこう見ましたけど、はい、緊迫感がありますよね。やっぱパンチがあるっていうことはやっぱり、はい、いきなり入ってきたこの左のストレート。解説にゲストの方にお話を伺おうと思うその前に、いやこれタイムはちょっと分かりませんが、実は世界最短の KO 記録というのは、世界タイトルで最短の KO 記録は1ラウンド24秒というのがあるんですが、これ公式発表を待たなきゃいけませんが、長谷川さん、はい、すごいですね。いやすごすぎますね、あ、ナイス。WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12ラウンド、さん、はい、この左のストレートというのは見えないんでしょうね。そうですね、早いですね。早いですね。1ラウンド1分12秒、まあ、ってね、あのプレッシャーをかけて、サウスポーが使うカウンターですよね。相手の右を外して左のカウンターですよね。理想的なパンチですね。はい、あ、バレロ、いや今正式のタイムが入りまして、1ラウンド1分12秒、1ラウンド1分12秒、このベネズエラから来ましたエドウィン・バレロ、すごいボクシング、そしてものすごい KO を見せてくれました。これで副賞バレロが勝ちまして 4.5 対 0.5、 日本がここでこのボクシンググランプリ2007の勝利を確定しました。